せて頑張ること。具体的にはまず一つ目に中国語と日本語以外に英語と韓国語も頑張ること。二つ目に中国語でも日本語でもとにかくいろんな種類の本を読むこと。三つ目に沖縄方言についての卒論をうまく書けるように頑張るということです。これ難しいですね。沖縄方言の卒論って私でもちょっとできないですよ。最後に大きな願いが二つあります。これを聞いてくださっている皆さんが元気であることと世界平和です。以上、変でした。なるほど、はい、ありがとうございます。という、はい、学生さんからのお便りでした、うん、実はこの番組を聞いてくださっている方は、はい、日本人のリスナーの方の他にはまた中国国内にも、うん、日本語を勉強している方がたくさんいるんですよね、うん、で、お子さんのそのお便りを読んで本当にこの番組でも何回も申し上げたんですけれども、今の中日の若者たちは本当に頼もしいなたちは実感していますよね。私もそう思いますね、はい。で、このお便りの中では北京外国語大学の大学院に合格したとありますので、うん、おそらくこの秋に北京の方に来られるんでしょうね、はい、うん、この上にはぜひね、この CRI の見学にも、ね、そうですね、よかったら来てほしいなって思いますね、はい、はい、では続いてのお便りは多いですね、人数は。新潟県三条市のある中国語教室の皆さんから寄せられたようですね、ではリュウヒアナお願いします。はい、まずは大方幸三さんです。今年は上野動物園のパンダのシャンシャンを見たいです。観覧の抽選倍率が144倍、なんとか当選して見に行きたい。当たりにくいんですよね。上野動物園のパンダのシャンシャンも去年すごい話題になりましたけども、うん、でも抽選倍率ぜひこの願いが実現できるように私たちも祈りますね、はい、ぜひ見たらね、この報告を、うん、それが大事ですよね、はいはい、では次の方ですね。はい、次は永原千秋さんです。